ナジー・モハメドはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。イリノイ州シカゴ出身。NBA のオクラホマシティサンダーに所属していた。ポジションはセンター、パワーフォワード。208センチメートル、114キログラム。ガーナからの移民の子として生まれ、大学はケンタッキー大学でプレー。3年生の1998年には NCWA トーナメントを制覇した。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ1998年の NBA ドラフトにて、ユタジャズから1巡目29位指名を受け、直後にトレードされフィラデルフィアセブンティシクサーズに入団。シクサーズ自体は、怪我に悩まされたこともあり、いずれのシーズンも出場試合数は30試合以下で、出場時間もごく短いものであり、目立った成績は残せなかった。 そして3年目となる2000から2001シーズン中にアトランタホークスに移籍する。ホークスでは先発に起用され、出場時間は4倍近くに増えた。移籍後28試合のアベレージは12.3得点9.0リバウンドと飛躍的に個人成績を伸ばし5割台だったフリースロー成功率も7割台に乗せるなど大きくステップアップを果たした。 しかし2002から2003シーズンには再び怪我で47試合を欠場し、個人成績はシクサーズ時代の水準にまで落ち込んだ。ニューヨークニックス2003から2004シーズンにニューヨークニックスへ移籍。ニックスでキャリアを復活させたモハメドは、そのシーズンのニックスの3年ぶりのプレイオフ進出に貢献した。サイアントニオスパーズ2004から2005シーズン途中に、 マリック・ローズとのトレードでサンアントニオ・スパーズに移籍した。レギュラーシーズン中に加入したスパーズではラーショネステロビッチの控えとしてプレーしていたが、プレーオフでは全試合で先発として起用された。チームの大黒柱であるティム・ダンカンをサポートし、スパーズは NBA ファイナル制覇を果たした。スパーズでは2シーズンプレーした。デトロイト・ピストンズフリーエージェントとなったモハメドは、 デトロイト・ピストンズに移籍した。ピストンズは2006から2007シーズン前に大黒柱のベンウォーレスを失っており、モハメドには彼の後釜としての役割を求められたが、シーズン中にクリス・ウェバーを獲得したことで、モハメドは先発の座を奪われ、その後はウェバー、アントニオ・マクダイスに次ぐ3番手センターの座に甘んじた。結局ピストンズでは満足のいくプレーができなかった。 シャーロット・ボブ・キャッツ2007年12月14日、プリモス・ブレゼッチ、ウォルテル・エルマンとの交換で、シャーロット・ボブ・キャッツにトレードされた。オクラホマシティ・サンダー2011年2月24日、DJ ホワイト、モリス・ピーターソンとのトレードで、オクラホマシティ・サンダーに放出された。シカゴ・ブルズ2012年7月27日、シカゴ・ブルズに移籍。2015年までプレーし、 同年10月に一度引退を表明した。現役復帰2016年3月4日、オクラホマシティサンダーと契約し、現役に復帰した。ありがとうございます。